この間新宿の NS ビルに行ったらダイキンのショールームがあって、ダイキンさんいつもなんかスライムみたいな人形が僕あれ僕の代わりなんです、またこいつかお前向きがないなって言ってましたけど、ダイキンさんに肩掛けてもらえない、ダイキンさんお世話になっております。空調機器高田の熱学うどんくんもお願いします。ではさようなら。